はい、どうもこんにちは、七木です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2007年度の東工大の入試問題です。範囲は整数ですね。整数問題ですけど、実質2番なんかは個数の処理の問題になってる感じがします。一応でも、分類すると整数問題になるかなと思います。それではやっていきたいと思います。P を素数として N を0以上の整数とする。 M は整数で、M は0以上を N 以下とするですね。1から P の N たす1乗までの整数の中で P の M 乗で割り切れて P の M たす1乗で割り切れないものの個数を求めようというものですね。割れる割れないの関係で記号をちょっと用意したいと思います。例えば X が P で割れる、P の倍数であるっていうのをこんな風に書きます。割れないっていうのを、こういう風に書いたりします。だから、別にこれ合成数でも使えるんですね。例えば P の M 乗で、割り切れて、例えば X としましょうか。そういうものの個数を X の個数を調べようってことですね。それでかつ P の M たす1で割れないというので、こう割れないっていうんですか、こうですよね。こういう個数を求めようってことですね。これを一気にこういうふうに書いたりもします。日本線でこう書くんですよね。これでその X の P の素因数分解した時の、素因数の個数が M であるということを、表すことができます。これ知らなくても別に全然構わないし、この記法ね、知ってるからといって加点されるわけではないので、ただ採点官にはね、大学の先生には、この子数学すごく慣れてるなっていう印象を与えることはできると思います。だからどうしたっていう話ですけどね。ちゃんと解ききれた方がいいかなと思います。使えるようにね。はい。で、これ、問題中に使っていきたいと思いますので、覚えてください。はい、じゃあいきますね。要は、これの個数ですね。これの X の個数を、求めていきたいんですけど、まずじゃあ、P の M 乗の個数はどんだけあるかっていうことですね。P の M 乗で割れる数はどんだけありますかっていうと、最初に一番最初の数は P の M 乗に決まってますよね。で、P の M 乗の倍数っていうのは P の M 乗をどんどん足してってできる数です。それ以外にありません。というか、その P のM の倍数って言ったら、M っていうか、例えば K の倍数って言ったら K2K3K4K って K を足してってできる等差数列の中に入ってますよね、必ず。だから結局これ P の 2M、2倍の P の M 乗を3倍の P の M 乗を、これどんどん P の M 乗を足してって、最後、P の N たす1乗になりますよね。N たす1乗までの数なんですけど P の M 乗で割れますから。で、これどうやってかけるかっていうと P の、M たす1マイナス M かける P の M 乗ってかけるので、こんだけあるっていうことになりますよね。ここにある数が要するに、1個2個、ここ1ですよね、2個3個で、こんだけあるってことがわかるってことです。つまり何個あるかって聞かれたら、結局ここに、前にある、P の N たす1マイナス M 個あるってことですね。いいですか。で、じゃあ P の M たす1で割れる数、これも計算してみましょう。なんでかっていうと、これ引かなきゃいけないからですね。この中には P の M たす1で割れる数が入っちゃってます。この中には。いいですか。で、それを引かなきゃいけないわけですね。だから割れないやつを引かなきゃいけないので、割れるやつはどんだけあるのかっていうのを数えなきゃいけないんですが、単にその同じことをやればいいので、 M のところに M たす1入れただけですよね。だから、その上でこれで M に M たす1を代入した分だけあります。だから P のn たす1マイナスカッコ m たす1だから p の、n 引く m 乗個こうあるってことですね。で、これ引き算すればいいわけですよね。
まりこの緑のこの線のこの個数を調べたかったら、この個数からこの個数を引けばいいわけですよね。というわけで、P の M たす1マイナス M 引く P の N マイナス N 乗ということで、こっちだけ1個 P が多いので P マイナス1の P の N マイナス M と、これが答えですね。なかなか難しいですかね。どうですかね。はい、じゃあ2番に行きたいと思います。この日本線のこの記号役に立ってないねって思うでしょ。後で使えますからね、これね、この記号。解法2通り用意しましたので、まあ最後まで聞いてください。基本的にはあんまり変わってないんですけど、見た目が全然違いますね。はい、じゃあ2番に行きます。これ、シンプルにまず x が例えば、p の n たす1乗の時、どんどんちょっと下ろしていきますね。p の n たす1乗の時 y は任意ですよね。任意という意味は、1以上、p の n たす1まで全部 OK ってことです。だって掛け算して p の n たす1で割り切れるような組ですよね。だってもう p の n たす1乗が入ってればもう y なんだっていいじゃないですか。 p で割り切れなくたっていいわけです。割り切れてもいいし割り切らなくてもいい、なんだっていいわけです。だから任意ということで、p の n たす1乗個あるってことですね。個数としてはこんだけあるわけですね。いいです。じゃあ、x が p の m 乗でちょうど割り切れるとき、はい、出てきましたね、この記号ね。この時は、x としてどんだけあるかっていうと、個数は括弧1より p マイナス1かける p の n 乗マイナス m 乗個あると、そういうような x はこんだけあるんですね。で、今 xy が p の n たす1で割り切れるようにしたいんですよ。こうとなる y はどうなってなきゃいけないかっていうと、これがちょうど p の m 乗個あるわけです。ということは、足してこの p の何乗個とこの足して n たす1を超えなきゃいけないわけですよね。ってことは最低限 n たす1から m 個引いた分だけ y が p の素因子を持ってないといけないわけですね。つまり y は、p の n たす1引く m 乗で割れている必要がある、でなければならない。まあ逆にこれを満たせば OK ってことですよね。これであることが必要十分だってことです。x がこれ、こっち注意してくださいね。ここ日本線線引かれてるのでちょうど m 乗で割れてる時に y は こっちは一本線ですよ。いいですか。一本線ってことは別に n たす1マイナス m 乗よりも多い素因子を持ってても別に構わないってことです。最低でも n たす1マイナス n 乗 m 乗で割れていればいいっていうことですね。まあ、それ以上で p で割れてても別にいいので、ここは一本線なんです。ここの違いよく注意してくださいね。で、じゃあそういうような y はいくつあるかというと、これ括弧1で計算したものと同じですよね。このは要するにこの個数ですよね。ここが m でこの m で計算したじゃないですか。 p の m 乗で割れる数はこんだけあったわけです。いいですか。まあこんだけっていうか こんだけあったわけですね。で、この m のところに、この m のところに n たす1マイナス m が入るってことです。いいですかね。で、それちょっと計算してみますね。つまり、そのような p っていうのは y はそのような y は、p のさっきのこの式に代入すると p の n たす1
マイナス括弧 n たす1マイナス m となって n たす1ちょうど消えるんですよね、これね。でマイナス m なので、p の m 乗ですね、こうあると。ということで、y の個数は p の m 乗個あるってことなので、これ、x の個数がこんだけあり、 x の個数がこんだけあり、 y の個数がこんだけあるので、掛け算して、x と y のこの、ペアですよね、ペアの個数はこう掛け算した分だけあるわけです。e-1×p の n-m 乗 ×p の m 乗の掛け算した分だけあるわけです。つまりこれ p の p-1×p の n 乗ですよね。はい。これ結構びっくりするかなと思うんですけど、何がびっくりするかというと m の値によらないんですよね。この m の値ってx が何回 m で割れてるかっていうことで、ここに m が入ってきそうじゃないですか、普通に考えたら。でも入ってきてないってことは、別に x が p で何回割れてるかにかかわらず、その x と y の個数は一定だっていうことなんですね。だから p の倍数であっても p の2乗の倍数であっても、その p の n たす1を割れる、その xy の個数が xy が、p の n たす1乗で割れるっていうような、そういう xy のペアの個数っていうのは結局その最初のこの m によらないっていうことなんですね。でその m は当然0123って0の時には p で割れないっていうことですけれども、これちょっとチェックした方がいいですね。 m は0の時はちょっと特別なので、だから1とか2とか3とかによって寄らないっていうことが言えます。で、まあ仮にね、これ0の時に本当にうまくいってるかどうかチェックする必要があります。m が0特別なので。m が0ってことは、要するに p で割れないってことじゃないですか、x が。ってことは、y が p の n たす1で割れなきゃいけないんでね。ってことは、y は、p の n たす1確定じゃないですか。しかないってことですね。ということは xy のペアとして、ここはまあいろいろあるけれども、 こっち側は p の n たす1しかないってことです。でここに何が来るかっていうと、ここは p の倍数でないものが来るってことですね。ものが来るってことです。 p で割れないものってここで言ってるので、 p で割れないものって言ってるので、p の倍数でないものが来るわけです。でそれはじゃあどんくらいあるかっつったら、p の全体 p の n たす1乗から、これ1から p の n たす1乗までから、p で割れるものは p の n 乗個ですよね。だって p の n たす1乗って p の n 乗かける p ってかけるので、p の倍数は p の n 乗個あるわけです。だからこれ、p の n 乗でくくれば p-1 の p の n 乗になって、やっぱりこれと一致するじゃないですか、こことこれ一致しますよね。だから m イコール0の時にもうまくいってるってことがこれで証明できたわけです。これ m イコール0チェックは、まあ、した方がいいかなと思いますね。というわけで、求める値はどうなるかっていうと、x が p の n たす1乗の時だけ特別扱いして、こんだけ出てきたわけです。で、それ以外は全部これなんですよね。で、それがどんだけあるかっていうと、これが m イコール0から0,1,2…n まであるということです。n たす1の時にはもうやっちゃって、ここんだけあるので、m までがあるってことですね。というわけでシグマを取って計算っていうことです。まあそれ倍すればいいだけですよね。というわけで
はい、まあ、最初の P の N たす1乗項たす、P マイナス1の、P の N 乗かける、全部でこれ N たす1個ですよね。 N たす1個なので N たす1倍するということで、これが、答えになります。あとこれ計算するだけですね。マイナス、N たす1倍のP の N 乗マイナス N たす1倍の P の N 乗ですか。ということで、P の N 乗でくくると、N たす2ですかね。 N たす2倍の、P マイナス N たす1倍の P の N 乗と、これが答えですね。まあ、結構その数え方が難しいかなと思いますね。さすが東大といったところですかね。はい、どうでしょうか。まあ、これが第一の解法ですね。まあ、これを自分でこう時間内に作成するのは結構なかなか難しいんじゃないかなと思いますけれども、もう一つ解法を紹介したいと思います。それはまあ、こっちの方が思いつきにくいかもしれないですけど、考え方としては簡単かなというふうに思います。P 進数を使うんですね。 P 進法でもいいし、 P 進数って言っても P 進法を使う、これ2番ですね。解法の2として P 進法を用いる。で X イコール、例えば A0 たす AHPたす A2P の2乗たす点点点の ANP の N 乗って書いたときに、AI はこれどういう、数かっていうと012点点点 P マイナス1までの数の中から取ります。まあ P 進法ですから、P マイナス1、まあ P がね、これ、例えば結構大きい数だとすると何進法ってあんまり考えたくないですよね。29進法とか考えたくないですよね。でもまあ一応その、P でその考えることができるわけですね。13進法とか考えたくないですけれども、気が狂いそうになりますけどね。まあ、一応でも考えることできるじゃないですか。これね、で、まあこれで、まあ、考えていきます。で、AI を全て動かすと、これ X の値は、0から、P の N 乗プラス1マイナス1までを動く。まあ、全部0にしちゃったら0になっちゃうので、まあ、全部は0であるっていうことは除いて考えることになりますけど、全てが0でないようなものを動かすと P の N たす1乗マイナス1まで動きます。で、唯一その最後の P の N たす1乗は、A0 から AN までが全部0で X イコール P の N たす1乗、これだけ特別扱いをするわけです。これは、A0 から AN が全て0です。で AN たす1が1っていうふうに見るっていうことですね。いいですか。で、1番は、括弧1は P の M 乗で割れるっていうことですよね、 X が。で、これ言い換えるとどういうことかっていうと、これ、A0 から A1 から A の M マイナス1まで全部0で、かつ、A の M は0でないと、こう言い換えることができます。これ前のその、M-1 までのところは P の M-1 乗になってるわけです。だからそこの部分で0でないものがあったら、その倍数になっちゃって P の M 乗の倍数にならないわけです。いいですか？ P で P の M 乗で割ったらその余りが出てきちゃうわけです。
P の M 乗より小さい余りが出てきちゃうわけです。だから P の M 乗でちょうど割れるっていうのはまず、これが必要で、でかつ、この A の M 乗が0でないってことですね。これが0だと、さらにもう割れてしまいます。つまり P の M 足す1乗以上で割れてしまうので、M 乗のところでは0であってはまずいわけです。M のところではね。A の M は0でないっていうところが必要ですね。で、これの個数を数えていけばいいわけです。で、それは、数列としてこんなふうに見たときに、最初の、M-1 まで、ここは全て0なわけ。で、A の M がありますよね。で、そこから先から A の N までの中で、ここの枠の中でですね、とりあえず自由に取ります。AI は全部、0から1までの、0から P-1 までの P 個の数を任意に取れるわけです。ただし、ここの部分は0でない。っていう制限がついてるわけです。で、どうやって調べるかっていうと、こっからここまで全部で何個あるかっつったら、N 足す M じゃないや、N から M 引いたやつですね。ね、M から N 引いて足す1個ありますよね。で、それぞれ重複順列と考えてください。これとこれとこれは全部0から P-1 までの P 個入るわけです。というわけで、ここに入る個数は P の N-M プラス1個入ります。ただし、この中には、AM が0のやつが入っちゃってますよね。だから、除かなきゃいけないのは、この、緑色の中で、先頭が0で、あとは自由。ここは自由。これ本当に自由だったんですよ。これ全部。こっちはこう全部自由だったんです。だからこんだけあったわけです。でも先頭が0のものも入っちゃってますよね。だからこれは、ここからここまでが全部、いくつあるかっていうと、1個減らした N-M 個なので、P の N-M 個あるわけです。で、それ引き算すればいいわけですね。まあ、やってること全く同じなんですよ。やってることは同じなんですけど、その捉え方が違うわけですよね。P の N-M プラス1から、P の N-M を引いて、はい、答え。P の N-M の P-1 ですかね。これなんか逆になっちゃいますね。さっきとね。これが答え。いいですか。はい、じゃあ2番いきます。で、今度じゃあ、P の M 乗でこう割れてるとしましょうか。 X がちょうどね。で、これを、A の M 乗から始まるので、こういうふうに書きますね。こうやって、で、じゃあ B の、B って Y の方、Y の方を、例えば B の、K から始まるやつだとしたら、こっから始まって、B の K の P、B の K じゃない、B の N の P の N 乗と。としたときに、K はどうなってなきゃいけないかっていうと、全くさっきと同じ要領で、こことここの掛け算ですよね。一番小さいのはこれとこれ、 x と y かけたときにこことここが一番小さくなるわけですから、 m 足す k、 p の m 足す k が、p の m 足す n 足す1で割れないといけないでしょ。ってことは n 足す1よりも、大きくなきゃいけないわけじゃないですか、この k が。
ってことは K は N プラス1マイナス M 以上ってことですよね。こうであれば別に問題ないわけです。だから一番小さいもので K イコールこの K として一番小さいものとして N プラス1マイナス M が取れるってことです。ということで、まあ、B の K から、B の N まで、全部でこれ N マイナス K 足す1個ありますよね。で K のところにこれを代入すると全部でいくつあるかっていうと N マイナス N 足す1マイナス M 足す1ですよね。そうするとこれさっきと同じように N が消えて1も消えて M が残るので M 個あるわけです。 M 個並んでるわけです。で今回もさっきと違ってこの BK とそれからここに並んでる数これは全てが0でなければ OK なんですよ。いいですか。さっきのそのこっちの X はこのここが0でないっていう条件がありましたよね。でも別に Y の方はここが0じゃなくてもここ0でもいいんですよ。これ0でも OK なんです。どっか一つでも0でないものがあれば OK なんです。なんでかっていうと別に N たす1乗超えたっていいからです。だから BK は0でもいいんですよこれ。ただし全部0はダメです。全部0だと0になっちゃうので BK からここからここまでの中で、全ては0でない。取り方を考えればいいわけです。それはだから P の M 乗マイナス1個じゃないですか。全部0のものを引いてこんだけあるわけですよね。いいですか。全部で M 個並んでるわけですよ数の列が。それでそれぞれの取り方は P 個あるわけです。この BK から BN も0から P-1 までの P 通りあるわけです。でそれが M 個あって全部0ではないもの、つまり全部0である1個を除いた個数ですから P の M 乗マイナス1個ですよね。でこれが Y の取り方です。ということで X の取り方はさっきやったこれですよね。これですよね。こんだけあるわけです。 Y の取り方はこんだけあるわけです。でこれとこれ掛け算したものがまあ問題答えになるわけですけど、今その X の N 足す X がP の n たす1乗とか y が p の n たす1乗になる場合は除いてるんですよね。ここで考えてる m というのは m イコール1から n までです。1,2,n までですを考えてます。だから、シグマを取るときにちょっと注意してほしいのは、先ほどはシグマの、0から n たす1まで取りましたけど、今回のこの積 xy は両方とも P の N たす1乗っていうのを除いているので、M が1から N までですね変わった時の積を考えなきゃいけないってことです。ということで、シグマを取ると、M イコール1から N までの P の N マイナス M、P マイナス1、これが X の取り方ね。これがX の個数、それから Y の取り方が P の M 乗マイナス1個、こんだけ Y の取り方があるわけです、これが Y の取り方の個数。いいですか。であとこれ計算するします。でもまだこれ全体ではないですよね。とりあえずこれ計算してみましょうか。でシグマの、M イコール1から、N までの、P マイナス1で P の M マイナス N 乗かけると P の N 乗マイナス、順番変えてですね、 N マイナス M になります。で、
M が動くのはここだけですよね。ここだけ動くので、あとは全部外出してしまいましょうということで、シグマの M イコール1から N までの P マイナス1かける P の N 乗マイナス P マイナス1かける P の N マイナス M というふうにします。でこれよく見るとですね、ここの部分って、M が1から N まで変わると、1足す P 足す P の2乗足す、これ逆からこれ足した番なんですね。1の時に N マイナス1乗になって、どん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 等差数列で引いていきますよね。1ずつ下がっていって N の時に0になって1になるわけですから、結局この和なんですよ。ということなので、結局前半はこれ、ここの部分ね、この部分はただ単に N を足すだけじゃないですか。だから N 倍になるだけです。 N 倍の P マイナス1かける P の N でしょ。で後半が P マイナス1が外に出て、これの等差数列の等比数列の和なので、P マイナス1かける P の N 乗マイナス1となって、ここ約分されてこうなります。こうですね。でもちろんこれ答えじゃないです。なんでかっていうと、X と Y が P の N たす1乗の時を除いてるからです。で、X が P の N たす1乗の時には、Y は任意でしたよね。でしたよね。だから XY として、P の N たす1乗の時には、ここは何でもいいわけです。で、つまりここに入る数は、P の N たす1乗個入ります。同様に、こちらが P の N たす1乗の時もここには自由に入るわけです。だからこっちにも P の N たす1乗個取り得る値があるわけです。ただし、だからといって2倍の P の N プラス1乗っていうふうにやったら、ダメですね。なんでかっていうと、両方とも P の N たす1乗のものがダブってしまいますので、1引かないといけないんです。ここに両方とも P の N たす1が入った時にはダブってしまいますよね。だから1を引かないといけないんですね。これ忘れてしまうと計算ミスつながります。というわけで、X が P の N たす1乗の時、もしくは Y が P の N たす1乗の時の場合の2通りをこれに加えてあげれば、つまりこれに、足すことの2倍の P の N 足す1乗をマイナス1、これが、求める答えになります。ということで、まあこれあと整理すればいいんですが、1が消えますね、ここね、プラス1とマイナス1で。で、ここが展開をして N の P の N 足す1乗マイナス N 倍の P の N 乗マイナス P の N 乗プラス2倍の P の N 足す1乗なので、 P の N 足す1乗でくくると N 足す2倍の P の N 足す 2乗マイナスカッコN 足す1倍の P の N 乗。これ答えですね。さっきと形違うけど P の N 乗でくくったかどうかの違いなので、これでいいと思います。あ、N 足す1乗ですね。ごめんなさい、ここ間違えてるな。ここ N 足す1乗ですね。 N 足す2の P の N 足す1乗をマイナス N 足す1倍の P の N 乗ですね。失礼しました。これが答えですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、二通りの解法で、証明したけれども、まあ、P 進法でこう答えるっていうのはなかなか思いつかないかもしれないですけれどもね、こんな解法もあるということで、やってることは同じです。全く。ただ、ちょっとね、数え方が違うっていう、P の N たす1乗だけを、
仲間外れにして計算をしただけで、本質的にはまあやってることは同じなんですけどね。まあよく復習をしてですね、この数え方についてチェックしていただければいいかなと思います。非常にいい問題で、生徒のその学力を見るのに適した問題だと思います。まあ類題もありますしね、例えばそうですね、大数学とか勉強したい人は当然こういうのいずれできるようにならないといけないかなと思いますし、後につながるような問題でもあります、定数論としてね。はい、というわけで2007年度の東工大の入試問題でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。